小幽連は、新末の官僚、外交官。署名は、伊、字は、増春、または小村。石膏商与、要出身。父の小さんは、総運総督を務め、兄の小幽枠連は、大場時教を務めた。公部院ローを務めていた1865年に、巨人となった。1874年に、総理各国事務が門承継となり、 1879年には中ロシア公司代理となった。1882年にソマツの道金子海カ道となり、清志仏戦争の際には台湾の防衛に当たった。その後カナンアゼチ、台湾不正し、湖南巡部を歴任し、1891年に台湾巡部となった。1894年に日清戦争が発生した後は台湾の防衛をめぐり、 不正死の統計数と対立、病もありこ南順部に転任となった。翌1895年1月、長影館と共に全権大使として講和条約締結のために日本に派遣されたが、日本側に全権委任状の不備を指摘され、成果を上げることなく帰国を余儀なくされた。台湾順部在任中に台湾小通市局を設立して台湾通市を編纂させた。 また、竜明殿時代に創設された進曲、高油曲、万学堂などを廃止した。小友連が申請を停止したことは丹慮であったとの意見もあるが、破綻の危機に瀕していた台湾省の財政を一息つかせたのも事実である。作家、詩人の小準備は孫にあたる。ありがとうございます。